皆さん本当に今日は大変暑い中、そしてこの会場もかなりね暑くて、私も後半見ていたんですが、本当にこの熱気の中で具合とか悪くなってないでしょうか。今日もですね、昨日もですね、何十人もの方にお帰りいただくことになってしまって、まさかこんなにたくさんの方が見に来てくださると、まあうちの局一度誰も思っていなかったんですね。で本当に皆さんよくおいでいただいて、私たちに勇気もたくさんいただくことができ、まずはお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。まあ、皆さんどんな風に思われたかわからないんですが、今私もまたエンディングを見ていてですね、このエンディング、まあ、オスプレイが飛んでしまってからですね、非常に評判悪くてですね、うちの会社の中でもこんな終わり方しかなかったのかいなって言われています。で割烹ギーズというお母さんたちで作るバンドがあってですね、ウーアーさんという若い人よくご存知な方のウーアーさんが沖縄に移り住んでですね、で特に原発反対とかで割烹ギーズで歌を歌っています。あの曲はですね、ラブミーテンダーをもじった曲なんですね。でラブミーテンダーはもちろんプレスリーが歌ったんですが、その後に今の清志郎さんが何テンダーっていうテンダーをかけてですね、何テンダーっていうことで原発いらない歌を歌って有名になりました。それをまた、ウーアーさんたちが今の原発反対ソングにして、それをまたオスプレイいらないというバージョンにしてですね、歌い継がれていまして、で実はこの曲をめぐってね、配給会社のうちのもいろいろ大変だったんですけど、これは誰に版権があるのかみたいな、プレスリーからこうなんかお金を要求されるんじゃないかとかですね。でももともとはこれオーラリーというアメリカ民謡で、もう作った方は亡くなっていて、タタタタタタタっていうアメリカ民謡で、それをラブミーテンダーにして、でそれを清志郎が何言ってんだにして、で割烹ギーズにして、もうこれはもうお金は請求されないんじゃないかとかですね、もう弁護士を交えて一つ一つこんなことが映画化大変でした。で、まあ、私たちはですね、琉球朝日放送といいまして、テレビ朝日系列の小さな放送局で、沖縄では一番新しい局です。で取材要員は関わった人みんな書いてあったんで多いように見えるかもしれませんが、普段はですね、取材活動は、まあ、10人いるかいないかという、私たち私も一応アナウンサーではあるんですが、まあ、取材要員でもあり、まあ、ずっと番組も作り続けている。小さい局はみんな全部自分でやらないといけないので、そんなもんなんですね。でもその私たちが作ったものをですね、なぜ今回映画という形にしたのかということについて、まあ、簡単にご説明したいと思います。この標的の村の一番最初の形は、去年の9月の頭に全国で放送したテレメンタリーという放送枠で放送しました。で30分バージョンは途中でゲンさんが、もうこれだけ盛り上がったらオスプレイ来ないだろうという、まあ、絶望の中でから元気で言っているシーンで終わっています。でこの番組は、私はですね、オスプレイが10月に配備されることをもちろん去年の初めに知っていて、でこの配備をなんとか止めたいという一心で作りました。で、まあ、ドキュメンタリーというものを政治的に何かを止めるために使っていいのかということは賛否両論あると思いますが、もう そんなことはさておき、私はそういうつもりでぶっちゃけ作りました。ですが、まあ、9月の頭にこれを見てですね、こんなにオスプレイって別に血管器だから落ちるから危ないから嫌だと言ってるのもちろんありますけれども、それだけではないわけなんです。暴行事件から1995年のアメリカ兵3人が小学校6年生の女の子に襲いかかるという暴行事件がありました。でこのことをですね、私たちちょうど開局したのが95年だったので、もうそこからが QAB の出発地点でした。他のネタが抜かれても基地問題だけは絶対に抜かれないということを誇りにしてやってきた局でもあります。でもたくさん途中で報道を間違ってしまったと今は思っているんですね。普天間の代替施設っていう呼び方もうちの局はもうしていないんです。で辺野古に作られるのは大きな大きな軍港を備えた、弾薬庫に直結した軍港も備えた、1960年代から欲しかったものである、アメリカ軍が作ろうと思っていたものであるということを、またいろんな証拠が後から出てきてですね、でこれは普天間代替施設と言えるようなものではない、でもっと言えばサコっていう組織もその暴行事件より前からあったこととかも分かってきたんですね。まあ、つまりあの時の沖縄県民の怒りは
日本の政府が税金によって今から作られる辺野古の基地を作るために利用さえされてしまったんだということも私たちは分かって報道していますが、なかなかこの特集のような形で全国に伝えることができませんでした。で、この30分番組も9月に放送して、でその後ですね、アンコール上映という形で2度実は全国で放送されていますが、オスプレイが来てしまってからの1時間番組を私たち12月1日に放送したんですが、それを全国ネットにすることはその後2回も放送のチャンスがあったにもかかわらずできないんですね。つまり私たち地方局が作った1時間のドキュメンタリーが今の民放の中ではですね、なかなか全国ネットの枠が取れない、私たちの努力も足りないと思いますが、実際は他の系列を見ていてもこれはなかなかできないんですね。で、できないんですが、ポスターにいろいろ書いてありましたけど、今回6つも7つも大きい賞もいただいています。で、賞をもらったらじゃあ全国ネットできるんじゃないかって思ってた時期もあったんですが、前例としてはできないんですね。で、まあそしたら賞金もらってね、お酒飲んで終わりと、その後再放送も何もないということを18年私もやってきましたが、そこで終わらせていてはいけないんじゃないかと今回本当に強く思いました。で、この状況が全く伝わっていない。で、特にですね、普天間基地を封鎖したということについて皆さんご存知だったでしょうか。で、ね、この映像は現場で映ってもいますが、カメラは20台も30台もキー局もみんな入っていました。で、撮影はされていました。でも後から気がついたらどこもやってなかったんですね。で、AAO 反対っていう感じの反対運動がありますという1分ぐらいのニュースでは伝わっていたんですが、封鎖をしたこと、コザ暴動以来のものすごいライオットがあったこと、警察と県民がここまで衝突をしていたことは全国ネットでも、そして沖縄県内でもほとんど伝わっていないんですね。なので、それを標的の村1時間バージョンでこのシーンを入れてですね、終わらせるっていうのはもう自分としても非常に辛くて、この日私10月1日もその前の数日間も現場にいましたけど、見たらね、分かると思いますけども、私たち記者がもう絶叫して泣いて排除されて、でオスプレイが来た日は敗北感に包まれて、それでもオスプレイをきっちり撮るというような、もう本当に苦しい時間でした。で、素材を見るのも嫌だし、いまだにこれ見るのもね、嫌です。で、見て泣いて、書き取って泣いて、編集して泣いてみたいな状況で12月の1日に放送したのが元になった46分バージョンなんですね。そうやって作った番組をですね、全国に流すことができないので、だったら映画という形で、映画じゃなくても別に良かったんですが、その作った作品があるわけですから、だからそれを全国津々浦々興味のある人たちのもとに持っていってですね、公民館でも映画館でも場所を借りて、その分の入場料はもらってですね、見せるっていうことがなんでできないんだろうと思って、そうしたら東海テレビさんとか南海放送さんがもうすでにテレビ番組のドキュメンタリー化でちゃんとした映画館で全国にかけるということを、やり始めていたんですね。なので、どうやってやったのかいろいろ話を聞いて、もうとってもサポートもしていただいてですね、系列が違うんですが地方局の思いっていうのは本当に一緒なんだなと思いました。で、私たちはやっぱり時給ももらいながらこれだけの映像の蓄積を持ってるわけなんですね。で、それを県民の貴重な戦いの記録ですよね、負けていく記録かもしれないんですが、それをですね、事象に返すというか、本当にこれを見たい人たちに返すべきだし、で、これを見ていてですね、本当に報道の負けでもあるし、県が負けていく様子でもあるんですが、でも戦いは財産だって、この中に一瞬金城みのりさんという彫刻家が映っていますが、このおじいちゃんがですね、私によく言うのが、負けても何でもその日米両政府と戦っていく中でですね、負けるのは当然だけれども、戦って負けたのか何もしないで負けたのかは全然違う、で戦った記録が小山後に残せる唯一の財産なんだっていうことをよく私に言ってくれるんですね。で、その記録はやっぱり残さないといけない、で、みんなが見たいときに手に取って見られるような状態にしたいと思って今回映画化をさせてもらいました。で、東京をはじめに、北海道から沖縄までできるだけ多くの場所で上映したいなと思っているんですが、
ここのポレポレがいっぱいになるとですね、たくさんの、ところがやってくれるということなのでなのでここがいっぱいになればいいなと思っていたらですね、皆さんが埋めてくださいまして本当にありがとうございました。で、今日ですね、朝ドラユンタが2回出てきたんですが、皆さんがご存知のね、朝ドラユンタという歌、あれ竹富島というところに朝ドラ久山さんというね女性がいて、江戸時代ぐらいになるんですかね。で、久山ちゃんは絶世の美女で、いろんな人がお役人が来て彼女を目かけにしたいと言ったんですが、でそういう政府のお役人の目かけになんかなるもんかという非常に気概のある久山ちゃんがですね、役人を袖に振っていくという話を、10番20番までいろいろ歌詞はあってですね、で、それは抵抗の歌っていうふうにも言われますけれども、すごく面白い男女のこう機微の歌でもあり、でも屈しなかった久山ちゃんということで、今でも浅戸屋家のですね、竹富島に行ったらですね、その記念のところがありますので、ぜひ見てください。でもこうやって沖縄の運動って私も本当にびっくりするんですけど、もう笑いあり歌あり涙あり怒りあり踊りありでね、もうね、辺野古の時からやっぱり私すごいなと思うんですよね。ずっといがみ合ってるだけだったらこっちも持たないし、でそこで急に歌とかが飛び出すとですね、相手も緩むんですよね。でそれがまたですね、続けていくコツでもあるし、これはですね、屋良朝苗さんという初代主席の言葉なんですが、沖縄の戦いは鋭角では折れる、鈍角でいかないとっていうのがあるんですね。だから日米両政府みたいなものに対抗するときに、ナイフの先を尖らせていっても、そこを折られてしまったら翌日からもう来ることもできなくなる。でそれよりは鈍角で鈍器で石に穴を開けていくような戦いをしなければならない。で戦いの現場でよく言われるのが、明日来るエネルギーを残して終わろうって言うんですよ。で本当にですね、精魂尽き果てるぐらいまで頑張ってしまうと翌日休んじゃうんですね。でも人が来なくなったらこういう抵抗の何さえも途絶えてしまうので、なの でそこでですね、みんなで辺野古の戦いだったらバーベキューやってみたり、櫓の上に座り込みながら魚釣ってみたり、サザエ取ってみたりですね、ふざけてんのかとパッと言った人はね思うかもしれませんけど、でもそういうことをね本当にやるんです。で例えば高井の現場でも憎たらしいとは思うんですけれども、でも高井の女性たちはバレンタインデーのチョコをですね、嫌がる防衛局の人たちに配るんですよ追いかけてってねえねえってあげるよって言って、そしたらいらないいらないとか言うんだけど、あげて、で名前何名とか聞くと、で宮里とかって聞くとですね、翌日から宮里さん宮里さんって呼ぶんですよ。で宮里さんって言われたら宮里さんきついことできなくなるんですよね。でそういう感じでですね、短いニュースだとついつい本当に鬼のような顔していがみ合っているシーンを撮ってしまうんですが、このぐらい尺があるとですね、その中でもうダイエットした方がいいんじゃないとか、ね、お前の口が臭いとか、お前のお腹の匂いの方が臭いとかですね、あとは永遠続くんですけれども、もうそういう場面に接してですね、緊張してる、こっちも緊張してるんですけども、プッて笑うことがあるんです。でまた緊張のシーンが来る、そういう感じのですね、大戦いをずっと続けてきているんですね。でもこの映画はもう全く現在進行形というか、今まさに渦中というか、明日残りの10機が来るという情報もありまして、で先週の土曜日に第2陣と言われる、この映画は12機が来たところで終わってますが、今年来るはずの12機のうちの2機は先週土曜日に来ました。で前の日の夜からまた私もずっと野岳ゲートにいましたが、で完全封鎖は、ね、今回はできませんでした。 でも逮捕者を出してしまいました。58歳のずっと野岳ゲートに去年の9月から毎朝立って抗議の声を上げていたごく普通の男性です。市民団体でもない、別になんかそういう過激派でも何でもないんですが、今ネットではまるで過激派のように書かれていますが、事実全く違います。でその残り10機が来ると言われていた、この間の月曜日ですね、6日前の月曜日にヘリが落ちました。で私たちは朝からオスプレイが来る体制なので、ほとんど全部のカメラと中継車とヘリのスタンバイをして待っていました。そしたらキャンプハンセンの方でヘリが落ちたということで、だからもうそれを全部そっちに差し向けて全中継で随分上から燃えているヘリを映し出しました。
で、あんな高速道路から2キロや3キロの地点で、しかも保育所までも3キロしか離れていないところで、でストロンチウムという放射性物質を含む、まあ、気体がもうほとんど形がないぐらい燃えていました。で今日これをご覧になった方はですね、アメリカ軍のヘリが何をしているか少し分かっていただいたかと思うんですが、ヘリって移動しているわけじゃないんですね。戦争の訓練をしているので、アクロバティックな飛行をしているわけなんです。先週月曜日に落ちたヘリも直前見ていた人によると、 HH60 が2機がですね、上になったり下になったりしながら複雑な飛び方をしていたということで、私たちがよく知っている訓練は稜線、山の低い山、なだらかな山ですけど、そこをギリギリにこう飛んでいって敵のレーダーをかいくぐるという訓練をする。その時に斜面に激突して死亡者が出るということも多いんですね。だからやっぱり普通の運転の訓練をしているわけではなくて、サーカスのアクロバティックな訓練をしていったら、それは事故の確率が多いのは当たり前なんです。でその後に、まあ、ニュースとしてもですね、工期粛清とか、再発防止策とか事故原因の究明とか、なんかもう18年私同じことをニュースやってる気がします。でも再発防止って不可能じゃないですか。戦争の訓練してるわけですから。だからそんな危険な空の下に人間の生活があっていいのかっていうのが根本的な問題として、何も解決されないまま67年横たわっているわけです。でまた明日オスプレイが来るシーンをですね、ただ撮るのかと思うと、本当に今から沖縄に帰りますけれども、本当に憂鬱です。でなんで普天間基地を封鎖したのかっていうのがですね、少しわからないっていう方がいたので、昨日なので補足説明しますと、普天間基地っていうのは、まあ、海兵隊の一番重いのは海兵隊の存在なので、海兵隊の象徴でもある、オスプレイが来る先でもあるんですけど、市街地のど真ん中にあってですね、中にはあんまり兵隊さん住んでないんですね。なのでみんな帰るから、だから基地を封鎖してしまったら出勤して来られないから、基地機能が一瞬で止まるわけですよ。だから兵隊さんが出勤して来られない状態にしたら、オスプレイ飛んで来られないんですね。だからあそこを封鎖するんです。だからゲートの前で反対反対って言ってるだけ言ってもしょうがないだろうっていう印象を持たれると思うんですが、普天間は封鎖することができるような地形にあって、まあ、ゲート本当は4つ以外にも小さいところあるようなんですが、でも県民が本当に怒ったら、普天間基地になだれ込んだら、まあ、ここが使えなくなるということをですね、前提にした抗議行動だったわけなんです。でもなぜかこの映像が、うち以外流れなかったと。その今ですね、テレビ放送の中でなかなかいろんな大事なことが流れなくなっているということに、まあ、私も危機感を持っていますが、で映画という形でこれだけ長い間皆さんに見ていただくという場所はやっぱり作らなければいけないんだろうなと思っています。でもうちょっと喋ってもいいですか。どんどん質疑応答の時間がなくなるでもいいですよね、お話そのまま続けてもらえるんですよ。かわいい水木ちゃんについてですね、その子供にですね、政治的なことを言わせるのはどうかっていうこともあると思います。そういう批判も承知の上で、で水木ちゃんはですね、訴えられる前から私たまたま取材をしていて、でその子がですね、訴えられたって聞いて本当にびっくりしました。でも栄の大人たちはやはり水木ちゃんをその訴えられた基地問題で訴えられた少女としてマスメディアにさらすのは嫌なので取材しないでほしいということを各社に言っていましたので、私たちも映像を持ってましたが、これが訴えられたかわいそうな女の子ですというような報道は差し控えました。でずっと高江の取材をしていましたが、水木ちゃんには触りませんでした。でもずっと触らないで来たんですが、まあ、ずっと言ってれば仲良くもなるし、で去年標的の村を全国で放送できることになった時にですね、やっぱり水木ちゃん の話が聞きたいなって思いました。彼女とってもしっかりしている子なんですね。でもやっぱりそれは私は責任取れない、この子の人生に責任取れないとか、もういろいろ迷って、でも両親にですね、私水木ちゃんにインタビューしてもいいですかねって言ったら、源さんと雪音さんはいいよ三上さんだったらって言ってくれたんですね。でも高江の他の大人たちは僕は反対だよって、三上さんだからいいって源さんは言ったかもしれないけど、水木の人生にね責任取れるの俺らがって言われて、まあ本当にそうだ、やっぱりダメだって思いながら、でもちょこちょこはカメラを回していて、でも途中で出てきますけど、
オスプレイ来ちゃうねってオスプレイ来ちゃうねって こんななんかいやらしいねインタビューをしている自分とかとかあの前逃げるって言ってたけどどうするとかあの訴えられたよねってもう本当に嫌な仕事だなと思います。でそのインタビューこのおばさんってもう自分でですね編集する側に回った時にこのおばさん何聞いてんのかしら気がらわしいと思います。であのシーン見るのも嫌なんですね。でどんどん彼女たちの顔が曇っていて、あの石原ピコちゃんなんてオスプレイ来たらどうするって言った途端にもう鼻膨らませて泣き顔になってもうなんか本当に汚れたねあの質問をしてこんな顔を曇らせて何やってるのかなって思います。でそんな取材の挙句にですね、まあ10月1日にですねあのオスプレイが飛んでくるともうどうやらどうにも止められないという日の朝、もう徹夜明けで化粧は一応したんですけど汗で全部流れてであの高井の人たち5年も座り込んだ高井の人たちの目にですね今日オスプレイを映すのは本当に嫌だなと思ってであの高井の人たちにこうインタビュー大人たちにしながらですね、まあ、インタビューする方も泣いてるし向こうも泣いてるしでお互いこう泣きながらですねなんか変なあの朝でした。で水木ちゃんを見てで水木ちゃんにこんななんかこう目が真っ赤になって腫れ上がってあのここに手ぬぐい巻いてカールおじさんみたいに変なおばさんになっててですねでこの私が質問をするのは絶対今日は水木ちゃんにはやめようと思ったんですが水木ちゃんが寄ってきてですねでだから関係ない話しようと思ってであの弟とみんないっぱいでいっぱい来たんだねって話してであの弟たくさんいたらね喧嘩して鬱陶しいでしょみたいな話した時に水木ちゃんがでもね弟ね鬱陶しいけどあの喧嘩してる時はオスプレイの怖さが忘れられるって言ったんですね。だからなんでオスプレイの話するのって言ってでもさあの水木ちゃんは6人兄弟で自分がお母さんになったら何人子供を産みたいみたいな話をしたらそしたらできるだけたくさん産みたい6人よりももっと産みたいって水木ちゃんは言ってでも自分が子供を産む時までには絶対にオスプレイはなくなってほしいって言ったんですね。だから私もうなんでそんな話するの私泣くじゃんってもう泣くじゃんって言ってで泣きながらじゃあもう最後に言い残したことはないですかって私そうやってすごいもう投げやりなマイクを突きつけたんですね。でそしたらあのお父さんお母さんがもう疲れたら自分が引き継いでいきたいっていうセリフを言ったのでまあまあその後もボロボロだったんですけれどもなのでそのあのインタビューのテープを聞くたびにですねもうなんてひどいインタビュアーだろうなと思います。で水木ちゃんはあのその後高井で上映会をした時もですねあの、まあ、本当に分かってるのか分かってないのかあの主演女優ですって出てきてで本当に無邪気でいつもなんか抱きついて歓迎してくれます。でもそんな水木ちゃんが例えば15、6歳になった時にですねあの、まあ、自分は利用されたんだって何かこう祭り上げられてねあんな取材出たくなかったってもし思って私にそういうふうに言ってくる日が来るかもしれないっていうこともいつも思うと眠れなくなりますし、うん、そういう悩みはですね多分うちのスタッフもみんな抱えていると思います。ただこれは大人の勝手なんですがやっぱり1995年の6年生の少女のことを私は思うんですね。であの18年一生懸命報道してきたのにあのまた6年生の女の子にね全部丸投げをしてしまった。あの国と沖縄の不幸な関係を私たち40代ですが大人は何も解決することができずにそのまま丸投げしたんだっていう瞬間があのシーンなのでだから私はもう本当に何重にもですね立ち直れないというか、まあ、折れてしまった感じがしています。でもここに映っている方々はですね今からまだまだ大事なことを多くの人に伝える力のあるそういう行動を記録した映像だと思っていますのでなのであのこういう形でですねまだまだあの本当は知りたいけれどもなんで放送してくれないんだっていうものもたくさんいただいているのでそういう方々に届くといいなと思って映画にしました。で皆さんは今日ですねあのかなり長い時間逃走の現場にいるようなことを味わってあのほとんど目撃者になったんじゃないかなと思うんですがそうやってあのこのシーンを目撃して多分明日も同じことが野竹ゲート大山ゲートの前で展開されるんですね。なので、まあ、そのニュースをですね多分短くしか全国に伝わらないと思うんですが自分はこれを目撃してるんだでなんいても立ってもいられない気持ちをもし今心の中に持っていたらですねもう皆さん一人一人が当事者であり
で当事者しかこの問題を動かすエネルギーを持っていないんですね。沖縄に住んでいてもニュースなんか全く見ないという人は当事者とは言えない、当事者能力も多分まだ持っていない人たちもたくさん沖縄の中に立っているわけなんですね。なので東京のこの東長野にわざわざ来てくださって目撃してくださった皆さんこそが私は当事者であり、何かを動かしていってくださる力を持っている人たちだと思いますので、まあ、これからもニュースを見てですね、またこの映画も広めていただければと思います。長くなりましたが、質疑応答の時間はもう、そうですね、なくなりました。今ですね、ロビーに、ね、ユンタクサカエというですね、グループと言っていいでしょうかね、人たちがお店を出しています。また来て、高江の支援をずっとやっていらっしゃる方たちなんで、ちょっとご紹介させていただきます。どうぞお願いします。どうぞ前に来てください。本当に一生懸命ですね、東京で高井を支援してくださっているグループがいるんですよね。あ、どうぞどうぞステージにお上がりください。どうぞ、初めまして。東京で、高井のことを支援しているユンタク高井という、グループです。2007年に高井で座り込みが始まった翌年に、なんとかしてこの東京でも高井でこんなことが起こってんだよってことを知ってもらいたくって、立ち上がったグループです。6年になります。でメンバーは主に高井に友達がいるとか、あとかつて高井に住んだことがあるとか、高井の、カフェやマガメでお仕事してたとか、そういう人たち、やっぱり高井とすごく近い関係の人たちで、逆にそういう人たちだからこそ高井のことを知っていたということで、そういう人たちが集まって、東京での人にももう一人でも多く知ってもらおうと思って、イベントなどを中心に、活動しているユンタク高井です。で今日ロビーの方で、物販させていただいています。まずこの高井 T シャツ、これが昼バージョンで、私が着ているのが、夜バージョンなんですけれども、これは直接お買い、求めいただけますと、高江のヘリパッドいらない住民の会の支援になりますので、ぜひ皆さん来て、東京をこの T シャツ着て歩いてください。昨日のお客さんは完売だったんですよね、T シャツが。たくさん、ほとんど売れてしまいまして、今日新たに補充しました。でその他にもこちらは DVD なんですけれども、高江在住の、映像作家のマーティー比嘉直正人さんという方が撮った高江の記録、座り込み始めた当初から撮っている映像記録が、の DVD も売っています。あとこちらはこれは高江というか沖縄の基地観光ガイドという、ほとんどの人間は知らないが沖縄の人はみんな知っていることという、すごく読み物としてもすごく面白い、本、観光沖縄米軍基地観光ガイドも売っておりますので、ぜひ手に取って見てみてください。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、実は、源さんとね、伊佐さんが来るんですよね。はいはい、25日にここでご挨拶する予定です。予定でですね、はい、でユンタク高井の皆さんもなんかイベントをやったりとかするんですよね。そうですね、源さん、はい、はっきりはまだ決まってないんですけど、交流会をやったり、はい、源さんと伊佐さんがですね、8月の25日から28日まで東京にいらっしゃる予定でいます。でそれが全部予定がですね確定したら映画の公式ホームページに出すようにいたしますので、少し注意して見てみてください、はい、私理想の男性像が尾形健なんですが、私にとって源さんは尾形健に見えるんですね。尾形健みたいって言ったら雪音さんがまさかって言ってましたけど、で伊佐さんはですね、私の中ではジャック・マイヨールと同じぐらい目が透き通っている映画の中のジャック・マイヨールなんですけど、だから私にとってマイヨールと尾形健なんで、皆さんもし興味があったらもう一回ここでですね、お二人を直に見てみてください。で長くなりましたが、パンフレット、はい、はい、ですね、ご覧いただいた映画の公式パンフレット、今受付で販売してます。今日は三上さんがですね、お買い上げの方にサインさせていただきますので、ぜひこの機会に受付でご覧ください。その時に映画の感想なんかをですねお話をいただければと思います。それからもう一つ最後に、ですね、劇場に置いてあるんですけども、カフェ巡りスタンプラリーというのをやっております。これはですね、都内3カ所のカフェで、高江の、パネル展なんかをやってもらっているところがあるんですけども、そこプラス山亀、沖縄の山亀に行ってスタンプをもらって、
コンプリートすると、素敵な商品がもらえます。で、何がもらえるかというとですね、手作りのクイナのキーホルダーですね。チクチク、サトキューさんというクリエイターの方が一つ一つ手作りしたものがもらえますので、これハードル高いですよね。お気持ちでいかないといけない。本気の方だけこれもらってください。ぜひ、はい、よろしくお願いします。本当に今日は弟子のお暑い中、長い時間どうもありがとうございました。三上修監督でした。どうもありがとうございました。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。ただいま、コンサートで本格的なパンフレットを